新月は日本のプログレッシブロックバンド。全身バンドである HL、セレナーデについてもここで記述する。1970年、津田春彦が高校の同級生、鎌田陽一と出会い、彼のバンド、ターンテーブルシステムに加入。1973年、日本大学芸術学部在学中であった花本明がアウトオブコントロールを結成。後に、 ボーカルの募集に応じて、北山誠が加入。1975年頃に、高津正幸、鈴木清志聖らが加入しバンド名をバーベキューと、改める。高校卒業後ターンテーブルシステムを脱退し、キャバレーの箱番で活動していた津田は、同時期青山学院大学に入学し、高橋直也と出会いベラドンナを結成。その後、鎌田陽一を招き HL を結成。 1976年、セレナーデの撮影の船デパート2に,に触発された H.A.L., そしてベラドンナの津田春彦と高橋直也が花本明を引き抜き新月結成。その後幾度かのメンバーチェンジを経て、1978年セレナーデから鈴木清生と北山誠の両名が加入。彼らのステージ上でのパフォーマンスは話題を呼び、 フールズ名都市に盛んに掲載され注目度が上昇。ビクターレコード内のレーベル、全と契約を結んだ。かつて演劇を学んでいた北山は、衣装の早変わりや様々な小道具を用い、また彼の弁によれば、1、に、照明、2、に、舞台セット、3、に、PA、最後に演奏であり、ステージでのパフォーマンスを非常に重視していたし、また、それが評価された。 1979年、アルバム、新月でデビュー。この時点で、セカンドアルバムの構想が固まっていたが、プログレの衰退や資金難を理由に制作を断念。1980年には、鈴木、高橋が脱退し、1981年に、活動休止。その後津田は、ホーノジェニックス、鈴木はタペストリーを結成。北山は、文学バンドに参加したか。 スノーレーベルを設立し、動物界の知能を発表するが後に、クライマーに転向。高橋はサラリーマンになった。花本は映像作家の傍らホーノジェニックス、スノーレーベルに参加。津田と花本は初期アストゥーリアスにも参加していた。1994年、ファーストアルバム発売記念ライブの音源、赤い目の鏡、ライブ79が発売。 1995年にはセレナーデのデモや新月のライブ音源、劇団員家帝国への提供曲などをまとめた発掘音源集科学の夜が発売。1998年北山が音楽活動を再開し北山誠ウィズ新月プロジェクト名義で光るさざ波を発表。 2004年、赤い目の鏡と同日のライブの別テイクを収録した、新月ライブ25.26従来1979、ABC 会館ホール東京を発表。2005年、ボックス発売の企画が立ち上がり、幻のセカンドアルバム、冬季星よりのレコーディングのために、当時のメンバーが揃い活動再開。同年十二月十六日、c d 五枚 d v d 一枚ブックレットを、 封入したボックス、新月前市を発表。2006年4月、26年ぶりにライブが行われた。同年、国母隆率いるリングのメンバーと HAL のメンバーが集まり HAL& リングを結成し、アルバム、アルケミーを発表。鎌田洋一はこの時、音信不通だったため参加していないが、後に連絡が取れ、ライブにゲストとして参加した。2007年、 北山誠が脱退。2008年10月25日、北山誠が新月名義でデビューライブ、約束の地を行う。2013年にライブ活動の再開が発表され、3月23日に新月プロジェクト名義でライブが行われた。ゲストボーカルとして、井原氏久勝さ AMU が参加。同年7月、 か田陽洋一のプロデュースによる HAL のセカンドアルバム、クロスックが発売。2014年3月29日、クラブチッタで行われた、ジャパニーズプログレッシブロックフェス2014に出演。2015年8月、北山誠ウィズ新日名義のアルバム、冷凍睡眠、コールドスリープが発売。新月のレパートリーのうち、津田が関わっていないものの多くは、 この時期に原型が出来上がっている。新月の代表曲、鬼も当時の楽曲、怪奇鬼インストのメロトロンフルート部分から作られた。新月に比べると、ビートルズやプロコルハルム等の影響からか、サイケデリックロック色を全面に押し出している。またレゲエ、ファンク等の技法も時折用いられており、加入以前に観客として、新月のライブを見た北山がこれを受けて、 キャメルのようだと評している。H.A.L. は、鎌田洋一のワンマンバンドの側面が強く、セレナーデと違い新月との音楽的な接点は、ほぼない。高橋直親は、この頃の経験が新月で演奏する上での高度な、インフラとなったと語る。プログレにありがちな技術にものを言わせた演奏よりも、叙情性や演出に関わり、ピーター・ガブリエルの影響を強く受けたシアトリカルな、 ライブパフォーマンスや実際ジェネシスの曲も演奏していたことから和製ジェネシスと呼ばれた。アルバム発売記念のコンサートを見た当時のジェネシスのマネージャーは映像を絶賛している。北山は少女は帰れない、パパと一緒に当一部の楽曲を新月にそぐわないとして何度かレパートリーから外すことを求めており、新月全市にも収録されていない。また、 少女は帰れないについては即反テープも存在したが、やはり未収録。全身のバンドである H.A.L. セレナーでの作品についても記載する。北山誠作品については、該当記事を参照。ありがとうございます。